はい。皆さん、こんにちは。J と申します。今日は定期テスト対策でね、死の病、兵なりというところね、見ていきたいと思います。死の病、兵なりいきなりですね、死の病、師匠の病、病気というものが兵である、非常に重病化しているというお話ですね。死の病、兵なり先生の病気が重いと。 そして、シロというのはね、もう非常に有名です、漢文ではね。誰かって言ったら、講師の弟子なんですよね。講師の弟子のシロという人物が、シム、これは、地域同士ですね。英語で言う、メイクに当たるものになります。なので、誰々に、何々させるという風うに使うんですけども、その誰々にの部分のところで、をしてという送り仮名をつけるので、今回で言うと、文人をしてという風うになってますよね。 この押してというのを送り仮名としてつけるのを忘れないようにしといてください。緑色で色を変えている部分というのは問題として出るんじゃないかなというふうに予想しているという形になります。なので書き下しとか句形が聞かれるんじゃないかなというふうに予想しているのでしっかり書き下せるようになっておきましょう。白、文人をして、しんたらしむというふうになってますね。たらというのが動詞になってます。進化であらしむという形ですね。 白は門人をして神たらしむですね。白は弟子たちを家来に仕立てていたという感じですね。本来は孔子の弟子たちなんです。弟子なんです。弟子なんですけども、その弟子を真家という風に扱っていたということですね。ところがですね、これを聞いた孔子先生がちょっと怒っちゃいます。病、噛んなる時に曰く。 久しいかなというふうになってますね。これは、えー、もうそのまま書き、書き下しできるんですけども、先生の病状が少し持ち直して小康状態にある。その先生がですね、長くなるなぁというふうに言うわけですよ。何がやねんっていうふうになりますけども、言う。 これが主語になってます。このちなみに言うというのは白の名前なんですよ。だから、白、お前がという感じなんですが、行う。これが動詞ですね。偽りを。これが目的語になってます。偽りを行うのが長くなるなあという感じなんですよね。これね。言うの偽りを行うや。白が、お前が。 取り繕うようなことをするのが長くなるなぁということですね。ん一体何のことかなというとですね、なくして、しん、ないという字は後ろに主語を取ったりするので、真化がいないということですね。真化がいないのにという感じです。 ありとなす。まるでいるかのように考える。いるかのようにしてしまうってことですね。何概念って言ったら、進化ですね。進化がいるかのようにしてしまうということです。進なくして、進ありとなすですね。部下はいないのに、部下がいるようにしている。なるほど。これが偽りの内容だったりするわけですね。私、我は、誰をかあざむかん、騙そうとするのかという感じですね。あざむかん、 点をというね、レ点がついているので、レ点がついているっていうのは基本的に動詞です。だから、後ろに目的語を取るというふうに理解してもらえればいいかなと思います。点を欺むかんやという感じですね。我、タレをかざむかん。点を欺むかんや。 私は一体誰を騙そうというのか、天を騙そうというのか、いや、騙しはしないというふうに、反語でも使えそうかなというふうに思います。かつ、我、私はですね、ここ、もう緑色にすごい変えてるんですけども、ここの、ほにゃららよりはという表現で、次の行のむしろとセットでよく使ったりする形なので、ここね、ちょっと2行長いんですけども、同じような構造をしているので、えぜひ使えるようになっておいてください。 私はよりは。これはね、英語で言う残にあたります。ほにゃららするよりはということですね。何をするよりはっていうかっていうと、その死なんよりはですね。死ぬよりはってことですね。で、真の手というふうになってますね。これ、我、その真の手に死なんよりはというふうに書き下します。 さらに、私は、進化たちに見取られて死ぬよりは、ということですね。むしろ、死なん。むしろ、こっちの方がいい、ということですね。むしろ、死にたい、ということですね。二三死の手に、というふうになっています。むしろ、二三死の手に死なんですね。むしろ、お前たち、弟子たちに見とれ、見と、 見取られて死のうという風になってます。これ何を言ってるかわかりますか進化なんか私にはいない。私は君主じゃないという風に言ってて、あくまで君たち、弟子たちと一緒に学問をしながら旅をしてるわけですよね。なので、進化の手で死ぬよりは、弟子たちと死ぬ方が私はいいという風に言ってるわけですよ。私に進化などいないということを言ってるわけですね。そして、かつさらにあると。 我、主語になってまして、たとひというね、これ読み方よく聞かれたりするので気をつけておいてください。ざる、これ打ち消しですね。何々しない。で、得ないですね。手に入れない。ね、何を手に入れないのかなっていうと、体操ですね。体操を得ずともというふうになります。かつ、たとひ、体操を得ずとも。さらに、私はたとえ立派な葬儀ができなくてもということですね。私は死ぬだろう。 道路にっていう風になってるんですが、これ書き下しの時にね、我、道路に死なんやという風になってます。これね、ちょっと意味で取り方気をつけないといけないんですけども、私が道路でのたれ死ぬことがあろうか、いやないだろうという風に表現してるってことですね。 なので、これ何が言いたいかっていうと、そんな立派な葬儀をしなくてもいい。もう些細な葬儀でいいんだっていう風に言ってます。まさか私がその辺の道でね、のたれ死んだりすることはないだろうからってことですね。道端あたりでのたれ死んだら困るけども、そんなことはないだろうから、別にそこまで立派な葬儀なんかしなくていいと。もう些細な葬儀で、しかも君たち、弟子たちに見取られたらそれでいいんだ、みたいなことを言ってます。 言ってるわけですよね王様みたいな送り方をするのはやめてくれみたいな感じのお話をしているという感じですね。 まあ、いかにも格子らしいかなというふうな漢文になっております。なんでね、えー、ちょっと緑色に色を変えている部分は予想問題として設定しているので、このあたりをですね、重点的に勉強していただければテスト対策になるんじゃないかなというふうに思います。死の病、平成という部分についてテスト対策として解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。 テスト勉強のね、参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、テスト勉強頑張ってください。バイバイ。